武田塾イングリッシュにお手頃価格で通える新プラン始まりました。詳細は各校舎にお問い合わせください。武田塾イングリッシュ CEO の一石です。武田塾イングリッシュディレクターの森田です。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。森田先生、はい、新プラン登場ということでですね、トライアルコースとライトプランという2つの新たなプランができたんで話していきたいなと思ってます。武田塾イングリッシュって今までは12週間もしくは24週間のコースしかなかったんですけども、ちょっといきなり12週間24週間自分本当にできるのかわからないなっていう方が多かったので、トライアルで2週間であったり4週間だけお試しできるプランというのができました。2週間の方が6万6000円からという形になっているんですけども、こちら入会金もかからずに受講できます。おー、なるほど、入会金無料ですね、はい、そうですね。ただ、まあ、正規のコースでその後に入会しますっていう場合はそこでちょっと入会金かかってきてしまうんですけども、本当に自分に合ってるのかどうかとかね、ちょっとわからないっていう方は、まあ、お試しでちょっと始めてみれるかなと思うので、なるほど、はい、まあ、もしよかったらですね、ご興味ある方は問い合わせしてみてください。トライアルのコースでも普通のコースと全く同じ内容で指導させていただくので、確認テストであったりとか、まあ、宿題のペース管理、それからコーチング指導っていうのが問題なく受けられて、スティッキングライティングをする人に関しては添削もついてますね。普通のコースと同じようなサービスが受けられるということですね。まあ、なのでちょっと自分に合ってるかどうかは分かりますよと。でライトプラン、武田塾イングリッシュの通常のコースだとかなり手厚く見てるんですよね、はい、要は毎日何をどれぐらいのペースやったらいいのか全て指定しますし、やり方も指定するんで、正直あとはやるだけなんですよ、はい、もうやったら絶対にトイックだったり英検だったり IELTS だったりもう結果出るようにできてるんですけども、そこまで手厚く見なくてもいいよっていう方に向けてのお手軽なライトのプラン、1ヶ月5万5000円からっていう形になっているんですけども、ライトプランはですね、コーチングがですね、グループコーチングになります。何ですかそれは。コーチングをしていくっていう感じで、勉強法であったり参考書の使い方だったりをレクチャーしていくっていう形になりますね。1対1までいらないみたいな人に向けてのコースになります、うんうん、なるほど、はい、グループになってくるんで1人当たりにかけられる時間っていうのは減ってしまうんで、まあ、正直上級者向けかなっていう感じではあるんですけども、まあ、お手軽にできますし、ルートに関してはもう配布するっていう感じになります、はいはい、自分がやっていくカリキュラムを選ぶことができて、そのカリキュラムは自分がまあ校舎から受け取るっていう形になるんですけども、はいはい、毎日の宿題で何をやればいいのかっていう管理まではしません。なるほどなるほど。そこはもうルートを見ていただいてご自身で進めていただくっていう形になりますね。一応毎週毎週ここをやってくださいね、こういうペースで進めてくださいねっていうのは書いてあるカリキュラムになるので、無料で配布しているものとは違うカリキュラムをお渡しして、まあ、ご自身で勉強していっていただいて、毎週のテストはついてますよってことですね。なるほど。でテストの時間は30分で、そのテストと一緒にグループでの、コーチングが行われるという感じになります。こちらはトライアルコースとは違って入会金がかかります。ああ、なるほど、はい、はい、まあ、なんですけどもずっと5万5000円で毎月受けていくことができますよっていう内容になってますね。なるほど、はい、まあ、ということでバラエティが増えたというか、だん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 コースが増えてきている武田塾イングリッシュなんですけども、まあ、これからもですね、まあ、より多くの方にこの正しい勉強法ですね、まあ、勉強法を正しくやっていけば英語って誰でも身につけられるものだと思いますので、それを広めていきたいなということで、新しいコースができました。ぜひ気になった方は各校舎にねお問い合わせしてみてください。クイズ、はい、前回の問題なんですが、 Absence makes the heart grow fonder というですね表現だったんですけど、これはですね、まあ、アブセンスいないってことなんですけど、いないことによって心がもっとこう大きくなっていくというか、会わないでいるともうより一層こう会いたいというか、こう心がうまくいくってことですね。なるほど、はい、例えば John moved out of the city for his job but his long distance relationship with Mary is going well みたいな形ですね。うまくいってると離れてるけど、それに対して例えば Oh, absence makes the heartGrow fonder みたいな感じで、答えたりするものですね。なるほど。では今回の英語クイズなんですけども、はい、今回謎謎みたいな、はい、What gets wetter and wetter the more it dries っていう、質問ですね。はい、はい、この回答が分かった方はですね、コメント欄にコメント書いてみてください。日本発授業をしない武田塾イングリッシュ、無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.